ミス・アリス。ミス・アリス、待ってください。ミス・アリス、危ないです。だから言ったでしょう。そんなものよりもあなたの方が大事に決まっているでしょう。怒鳴ってすみません。つい。こんなちっぽけな花など放っておけばよかったのに。謝るのはこちらの方です。私がついていながらあなたに怪我をさせてしまいました。荒らされていたのはあなたの部屋と今、それから玄関だけのようですね。何か物を取られたということもないと。ちなみに私が仕掛けていた罠は全て外されていました。足跡については外も中も大量に残されていたので何らかの手がかりにはなるかもしれません。それほど大きいものではありませんでしたが、女性のものとは考えにくいので、やはり男性の犯行とみて間違いないでしょう。その可能性が高いと見ます。念のため犯人が必ず触れるだろう場所に指紋が残されているか確認もしておきましょう。ええ、扉や棚の上などには指紋が残されている可能性が高いですから。残念ながら、これだけ荒らされているにもかかわらず、犯人とおぼしき指紋はただの一つすら残されていませんでした。ええ、部屋を荒らすこと以外は昨日とは打って変わって慎重な行動です。普通に考えると物取りの線が濃厚です。あなたへの執着から考えると、あなたに関係するものに限定されていたのかもしれません。慌てて出て行ったところを見るに来てそう間もなかったのかもしれませんね。それか物取りでないとしたら、ただ誇示したかったのかもしれません。こちらは
いつでもお前を襲うことができる。そんな風。申し訳ありません。あなたを怖がらせたかったわけでは。そうですか。私のことですか。私があなたを守ります。なれるって、あなたと目が合うだけで拒否反応が出ると言いましたよね。いや、その、すみません。大丈夫ですか？一体誰が？怪我はありませんか？私は大丈夫です。あなたに怪我がなくてよかった。
あなたは読まない方がいい。そのような顔しないでください。あなたは私が守ります。今夜はここで寝た方がいいかもしれません。私の頭巾です。その、あなたは風邪をひいていたわけですし。そんなことはありません。それは、もらったものです。友人のおばあさんです。そうなんです。おばあさんはとても器用で料理も裁縫もできるんです。昔のことです。私は生まれつき人と少し違っていて、
そのせいで周囲に馴染めず、学校にも行かず、毎日毎日一人で湖を眺めていました。そんな時、出会ったのが友人でした。彼は無視し続ける私に対し、しつこく話しかけました。正直鬱陶しかったのですが、彼が私を仲間だというので、しょうがなく一緒に遊ぶようになって、ある日彼は私を家に招待してくれました。彼はおばあさんと二人で暮らしているようで、おばあさんをとても慕っていました。彼のおばあさんは怒るととっても怖くて、でもとても優しくて、見ず知らずの他人である私にもいろいろと良くしてくれました。そんなおばあさんのことを嫌いになれるはずもなく、私は毎日毎日遊びに行くようになりました。おばあさんはケーキを作るのが得意で、よく焼いてくれたり、破れた服を縫ってくれたり、面白い話をしてくれたり、私のことを本当によく可愛がってくれました。そんなある日、おばあさんは私に赤い頭巾をプレゼントしてくれました。誰かに物をもらったのは初めてだったので、嬉しくて、いつもかぶっているうちにこの姿が当たり前のようになって、いつの間にか手放せないようになってしまいました。はい、こんな時にでもあなたのご家族はあなたを心配なさらないのですか？あなたの危機だというのに、未だ連絡の一つもありません。あなたの家族は無責任です。いくら他にやることがあるからといって、失礼しました。あなたのご家族を他人である私がどうこう言う資格はありません。あなたといると調子が狂う。そうだです。あなたと目が合うだけで変な動悸がして、胸が苦しくなって、ついでに息も苦しくなって、でもどうしてもあなたのことが気になって、つい目で追ってしまって、さっきの話だって誰にも話す気なんてなかったのに。いや、ではありません。好きです。勘違いするなよ。その好きっていうのはあなたが面白いからであって、本当の私はこんなんじゃなくて、硬派で冷静で頭が良くて、誰かの力に頼らないで自分だけの力で行動する男なんです。そうですか。私もあなたと一緒にいるのは悪くありません。なんて笑うんですか。
子なの。だからお外で遊んではダメ。周りのみんなは狼なの。狼はどんな悪いことをするかわからないから、話しかけられても知らん顔をしているのですよ。お母さんがいない間ちゃんとお留守番してるのよ。もし誰かがこの家にやってきても決して中に入れてはいけません。はい、お母さん。遅かったじゃねえか。お、なんだその花。どうしたんだ？おばあさん、あの、これ、昨日のお礼に。おや、かわいいお花だね。私にくれるのかい？どうもありがとう。赤ずきんちゃんは優しい子だね。その赤ずきん、そんなに気に入ったのかい？うん。そうかい、そうかい。なら、もう一枚作ってあげようね。おばあさん、喜んでくれてよかったな。死んじゃねえの？え、そうか。そうだよ。男ならもっとでっかいことやろうぜ。例えば、そうだな。ここら辺は木が多いし、木の上に秘密基地作ろうぜ。そこなら誰にも邪魔されずに好きなことできるぞ。ダメだ。それはいけないって。おばあさんに言われてるだろ。ちょっとくらい平気だって。ダメだ。なんだよ、いいこぶってさ。別にそんなんじゃ。いいこぶるんだ。なんでこんなところでサボってるんだよ。普通ならもっと他にやることあるだろ。それはお母さんが言っちゃダメだって。お母
前だって母さんとの約束破ってここに来てんだろ。それはお前の母さんおかしいよ。お前のことほっぽって自分は遊び歩いてるんだろ。俺見たぜ、お前の母さんが男の人と歩いてるの。こら、なんてこと言うんだい。ゲダック、なんてばあちゃんはこいつの味方するんだよ。今のはあんたが悪い。あんた、俺が悪いって、悪いのはこいつだって同じだろ。ばあちゃんは俺のだろ。ばあちゃんの孫は俺だ。俺のばあちゃんだ。大丈夫だからね、おばあちゃんがいるからね。しっかりするんだよ、おばあちゃん。